峠の茶屋わわさんを後にして内山永久寺跡を目指します。ここからも舗装された道で少し上り坂になっています。この地域の山の辺の道は生活道路になっていて自動車も通行できます。しばらく登り進んでいくと右に道しるべがあります。見逃してしまうとまっすぐ進みそうな分岐点です。注意が必要です。道しるべには右へ 1.5km 磯の神神宮とあります。そしてここを左へ進みます。この道は舗装されていますが、狭くなりました。こんにちは。するとまた分岐点。斜め右へ入る石畳の坂道へと進みます。この石畳は一旦雨が降れば滑りやすい道になるかもしれません。坂途中に人家があります。ふと玄関を見ると伊勢地方によく見かける正門の札がかけられていました。この地方では珍しいものです。このお家の方は伊勢出身の方かなと考えつつ息を切らせて登りました。登りきると T 字路になっていて、そこを右へ曲がります。しばらくすると緑の中にポツンと花碑が立っています。室町から戦国時代この地方を治めた東地東忠の歌、つきまて峰越えけりと聞くままに、哀れよ深き
初狩りの声。トーチの可否を後にして内山永久寺へ向かいます。ここからは土道となり、昔ながらの趣を残しています。足元の落ち葉を踏みしめ、緑のトンネルを歩く快適な道です。木々のトンネルを通り抜けると、目の前に広がったのは柿畑です。こういう柿の舗装されていましたが、左右に柿畑の美しい道です。江戸時代にはこの辺りも永久寺の境内で、奈良の東大寺にも匹敵するほどであったといいます。当時56の坊や院があったといいますから、それは荘厳であったろうと想像してみました。今は柿の木々が太陽の光をさんさんと受け、この世の春を謳歌しています。この辺りは農作業用に道も舗装されています。この風景を見て、誰が古の映画を想像できるのでしょうか。ただただ柿畑が広がっています。
しばらく畑の間の道を進むと、整備された階段が現れます。内山永久寺跡を示す道しるべがあるので、階段を登ってみました。休憩施設も設けられています。そこからの眺めは、昔の永久寺の寺院の建物から見えた風景を再現しているのでしょうか。しかし、今見えるのは現在的な奈良・天理市の風景です。休憩所を後にして進みます。この辺りは昔壮麗なる寺院があったところです。左手の池が唯一昔の永久寺の栄華を今にとどめています。この池は昔この池を中心に浄土式回遊庭園があり、その周囲に本堂、観音堂、八角多宝塔、大日堂など多くの寺院が建っていたことを示す池です。内山永久寺は永久年間1113年から1118年にかけて鳥羽天皇の勅願により創建されました。それから江戸を経て明治の廃仏毀釈で徹底した破壊と略取をされ、その折流出した宝物の大半が国宝などに指定されています。寺が残っていれば間違いなく世界遺産に登録されているだろうとのことです。時は残酷です。池のそばに大きな石碑があります。1333年建武の申請をした後醍醐天皇の茅の御所の跡を示すものです。静かに時間がすべてを押し流しています。